花金ちゃん、ゲームは没収よ。やめて、お母さん、お母さーん。夢か。僕の名前はアナキン・スカイウォーカー、プロゲーマーを目指す小学3年生だ。最近も母の目を盗んではゲームに勤しんでいる。だがしかし、僕がゲームをしているのを母は常に監視しているようだ。このままでは再びゲームを没収されるのも時間の問題。つまり僕のミッションはただ一つ、母を説得してゲームをプレイしやすい環境にすることって思ったけど、あの母を説得するなんてどうすればいいんだ。アナキン君どうしたの？いや、お母さんがもっとゲームに寛容になってくれるにはどうしたらいいか考えてたんだ。まあ頼りになるかわかんないけど、先生とかに相談してみたら？先生か。うん、そうだね、相談しめるよ。ありがとう、パトメ様。相談って言ってもどの先生に相談しよう。エーペックス配信中？エーペックス、おお、ゲーミング PC だわ、すげえ。先生、エーペックスやってたんですね。学校の備品にハイスペックな PC があったから、配信でもしてちゃんころ稼ごうと思ってね。この先生仲良くなれるかも。まあ頼りになるかわかんないけど、先生とかに相談してみたら？そうだ、先生相談があるんですけど。あ、どうしたんだい？なるほどな、じゃあいいものがあるよ。これだ。え、何ですかこれ？僕は秘密裏にいろんな薬品を研究してるんだ。これはみんなには内緒だからな。例えばこれはスキスギテヤバイ、いわゆる惚れ薬で、飲んだものは好きな人への愛が大きくなるんだ。そんなことより君に使ってほしいのはこれさ。これはお母さん優しくなる。これを対象に飲ませると自分に対してとても甘くなるんだ。これを君のお母さんに飲ませればきっと変わるはずさ。あ、すいません先生、授業のことでお話が。おう、アナキン。あ、はい、了解です先生。じゃあね先生。よし、早速帰ってこの薬を使ってみるか。この手紙と一緒に置いとけば OK だ。おい、アナキン、学校にストリーマーのボドカが来てるってよ。え、マジ？次の時間割は、なんだろうこれ。あ、じゃあ先生、次の授業よろしくお願いします。あ、危なかった。隠すのがあと 0.01 秒遅かったらバレていた。スキスギテヤバイがない。あの薬は強力すぎて人に飲ませるのはまずい。早く止めないと。え、アナキン君私にくれたの？なんだ、優しいとこあるじゃん。じゃあいただきます。いやー、まさか学校に本物のボトカが来てるとはな。お、パロメさん、どうしたの？俺が1ヶ月洗ってない T シャツ。なんとか逃げ切った。バドメさんは一体どうしたんだ？ん？この薬を間違えて飲んだのか。どうしよう、先生に言いに行かなきゃ。よし、安全だな。くそ、先生はどこにいるんだ。あ、先生。おお、アナキン、パドメさんも一緒か。え？
アナキンから近寄らないぞ。ああ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 すすいませんアナキンか。どうしよう、どうやって止めればいいんだ。いやでもここは大丈夫だし、いくら薬を使ってるからってここまで覗いてきたりするようなことは。ああこれできっと大丈夫だ。先生、ありがとう。このお薬はどうにかしないといけないね。それじゃあ早速研究室で改良しに行くよ。うん、分かったよ。それじゃあ。ふぅ、ハドメさんは大丈夫かな。あれ、ハドメさんはどこ行ったんだ。キン君、喫煙所行こう。ん？使わないよ、これ間違えちゃうやめろ本当に怒られるだろ、お前。酒はまだなんかネタにできるけど、タバコはちょっとネタにしづらいの。ガチ感出ちゃうからね。え、アナキン君、私にくれたの。なんだ、優しいとこあるじゃん。じゃ、もういNo! Why? No! That's no. So great! I think that is so great! Yeah. Just one more time. 3, 2, 1, action! No! Fuck! Okay. ちょっと